内田篤人、セルジオさんは普通のこと言ってます。内田篤人氏が2日放送のフジテレビ、松本中井に出演。セルジオ越後氏について聞かれると、僕はセルジオさんは普通のこと言ってると思いますと語った。辛口と言われてますが、普通のこと言ってると思ってます。僕の感覚では、とした。松本人氏が、セルジオさんの言うことはそんなに間違ってない?と聞くと、間違ってないですね。ちゃんと考えてます。あの人は本当に、と返した。松本が、セルジオ氏のプレイしているかつての姿を見たことがないとして、セルジオさんはサッカーできるんですかと聞くと、内田氏は慌てて、めちゃめちゃうまいですよ。小学生の時にセルジオ氏のサッカー教室に行ったことがあるが、プロ選手が何人かいましたけど、セルジオさんが一番うまかったです、と振り返っていた。意見ってのはある程度辛口なくらいでちょうどいいんだよな。褒めてばっかだと、改善点が多くあっても、これでいいんだ、って思っちゃう。両方あっていいと思うよ。辛口なのは別にいいが、批判に中身がなさすぎるのが問題。あと一番嫌いなのが、日本が圧勝した時の、対戦相手へのリスペクトに欠ける発言。サッカー先進国から見たら普通に言われることを言ってるだけ。直近の代表戦についてもセルジオ言ってることはうなずける点があった。ウッチー自体も辛口で、しかも歓声で非難する部分が似てるんだよね。セルジオと内田と城とプーリオら辺の言うことは話半分にしか聞いてないわ。具体的にどう間違えてないのか教えてください。